毎度チューニングショップ ARS のあっちゃんです。ちょっとね休日挟んでて、今日はお仕事ね、久々のお仕事なんで、前回お仕事何したか忘れちゃいました。はい、ってことでね、ちょっとねカルテ見ながら思い出しながら、お仕事の続きをしたいと思います。なんて言ってるけどね、数日ちょっとね空いたんですね、これプレスのね。はい、ってことで、何だったっけってとこでね、ご依頼を見たいと思います。ラックオブエンジンパワー、エンジンパワーのない、フィアット126でしたっけ。はい、名前教えてくれた人ありがとうねー。フィアットのね、かわいい車、フィアットのね、この昔のフィアットとか131とか130とか127とか124とかね、いろんな数字で呼ばれててね、なんかはよくわからなかった、聞いたら教えてくれました。フィアット126ですね。はい、リペアオンランニングギアフォルト、ラックオブエンジンパワー、ファインドフィックスエンジンランニングギア、ちょっとこの辺ちょっとトラブル抱えた車と、あとこの辺は、まだ受けられない車っていうことで、この辺、先にこれね受けたいと思います。はい、ラックオブエンジンパワーってことは、乗っても多分分からへんのかな。じゃあまあ乗っちゃいましょう。キャンスタートエンジン、エンジンがかからない、はい、ということです。はい、エンジンかからへんってことは、エンジンかからんってことはちょっと、なんか見やんとあかんもんね。まず、エンジンかからんとき基本、まず、エンジンがかからない、かかる条件っていうのは、ちゃんと燃料が吹いてるか、ちゃんと点火してるか、そのあたりから見ていきたいと思います。はい、エンジンかからへんかったらリフトにも移動できへんよね。ってことで、まずプラグを見ます。プラグを見ます。これプラグキャップを外して、プラグ、スパークプラグ切ったね。スパークプラグがすごい色してたね今。もう一本見えへんよ、あれ違う。じゃ、エアクリーナーも外しとこう。邪魔になるしね。エアクリーナーカバーがね、邪魔でプラグが見えない。あ、ここか、切るや。エアクリーナーカバーも外そう。エアクリーナー大丈夫かな？これを。外さんとどうなんか分からへんねんね。これ、イグニッションコイル。イグニッションコイルも多分壊れるの、調子悪くなるからね。あとディストリビューターキャップ、ディストリビューターローターディストリビューター、あとはね、調子が悪くなる、とりあえずね、点火系をチェックしましょう。はい、で、愛じゃない、捨てとくの忘れた、キャンセル、いらないパーツを捨てます。4点ダメ、プラグがダメなんと、イグニッションコイルとディストリビューターがダメなのね。はい、これで、ご依頼あと2点はね、何でしょう、あと何だろうね。でね、パーツ変えてエンジンかかるか試してみましょうか。キャブレターが悪いか、切り割らせてもいいのかな。ねえ、エンジンが悪いときって、燃料のフィルターも悪いときもあるしな、キャブレターも悪いときもあるしな。ヘッドカバーをかけてみましょう。
チの中身悪くなさそうやんね。キャブレーターバラしましょうか。足で取れるだけか。いやーってところでマニホールドの漏れはないよね。ね、疑わしきはなんだ。チェックするって、あ、なんかセルモーターが来たんだぞ。スタートモーターがどうして外れないの？あ、さてもジャッキ上げたかのか。ちょっと待ってよ、これもしかしてジャッキ移動ができる？あ、まあ押したら移動できるわな。はい。ということでね、上げないとスタートボタン外れなさそうなんで、上げてみましょう。やっぱりスタートボタン外れへんの？どういうこと？外れへん。あ、外れんじゃん。はい。ということで、で、いいんじゃない。ね、あと2点。あと2点、とりあえずね、パーツつけて、試してみるかな。エンジンバラすかな。こうなってくるとね、ちょっとね、バラさんとね、わからんくなってんのよね。自分がリフトの下にあったら降りないと。はい。そっか。まさかプッシュロッドがダメな。じゃないでしょう。ね、ってところで、こうね、チェックを外さないと、できないよね。オイルフィルター。うん。まあ、オイルフィルターが悪いかい？あんなこともないもんな。オイルフィルター外したら、うん、ちゃうんかな。普通は漏れるけどね。あれ、オイルフィルターチェーン、クランクシャフトクーリー、クランクシャフトクーリー関係ないよな。なんでしょう。そんな汚いパーツがないんよね、この辺りね。あ、とりあえずエンジンを、宇宙関係ないよね。マフラーの漏れとかもなさそうやし、これヒーター絡みやから関係ないと思うよね、ジェネレーターもね。とりあえずまあパーツ発注しましょう。何が悪かったかな。プラグ2本と、プラグ2本と、イグニッションコイルと、ローター、
イグニッションコイルと、ディストリビューターと、スパークプラグが2個。そんなとこやったよね。エレクトリックメーターがあるから、エレクトリックメーターで検査してみようか。マスターヤグノーシス。使い方が分かんなくなってきた。トゥギャダーコンディションモード。あ、トゥギャダー、トグルコンディションモード、トグルボディモード、アセンブリング、ムーブ、ベンチやから、コンディションモードやかし。よし。よく分かんないな、多分。あれをどうやって使うんやろ？ね、テスターをね。まあいいや。これ多分組んでいっても意味がないから、ちょっとね、マフラー外しちゃいましょう。もしかしたらオイル類かもわからんしな。配信されている車は結構ね、いろんなところをチェックしてあげないとね。ガスケットが消耗品で何キロかの出しヘッドガスケット交換しないとダメなんね。これピストンダメじゃん。シリンダーがダメじゃん。これシリンダー普通抜けるんやけどね。抜けないねってことは、はい、リフトアップしてオイル交換。オイル交換じゃない、そこのミタルを外さないとダメなんやね。はい、ピストン残してシリンダー普通抜けるもんなんですね、空冷のエンジンはね。はい、はい、どこかな、これオイル。ドレンボルト。
また小文字だもん。せっかく持ってきたのに。これをどうにかしてほしいよな。こういうしょうもないところがね、めんどくさいんよね、このゲームね。実際やるとこんなことしてオイルこぼすことないからね。多分ね、ピストン抜けへんよ、これで。シリンダーとピストン、はい、がダメですっていうことでね。これでチェックは終わりやねんけどもね、オイルこぼしたのがショックです。はい。シリンダー200ドル。安いね、やっぱり空冷のシリンダーはね。はい。と、ピストンがなかった。50ドル。使ってなかったからエンジン焼き付いちゃったんでしょうね。はい。ということでね、組んでいきたいと思います。新しいシリンダーを組んで、チンに新しいピストンを組んで、シリンダーヘッドを組みつけて、まあ、ね、真ん中からやねんけどね。ここへね。
ね。はい。あ、そこで石めくってからか。オイルフィルターって。こんなとこにこんなオイルフィルターついてるの、ね、変わったものまだね。オルタネーター、ジェネレーターね。オルタネーターをつけて。調子悪いのかって言われたら、そこを言ってくれんとわからんからね。その前にやるやん。ディストリビューターつけてないよ。それは認識せへんわな。はい、ディストリビューターが、この辺につくね。ディストリビューター、ローター、キャップ、ワイヤー。ディストリビューターにもパッチンキャップついてるはずやねんけどね。うん。そこは省かれてるんや。はい、っていうことで、こんな感じでいかがですか？ダメなとこ全部チェック OK です。ね、パワーがダメ、パワーがないよっていう、フィアット126の、パーツ代409ドル、工賃408ドル、合計817ドルのお仕事でした。これでね、朝食まだ乗ってもらえると思います。ではね、はい。マイルありっていうことで今日は納車したいと思います。ありがとうございました。あれ？ああ、せ、オイル乗せて。それダメだわ。はい、オイルを。オイルね、これ入れんの見るの嫌なんだよね。あーってなるね。この車 10W30 違うやろ。これ多分ね、15W50。もうシングル50のコメントダメやと思うね。このこういうね、シングルはね。ああ。勝手に。外しちゃったよ。はい、
ルベルビーチどこにあるないんかな。はい、ということで、これで完了です。409ドル。おい、ただなことないでしょ。はい、ということでね、納車させていただきました。はい、今日のあっちゃんはね、クラシックカーの整備をさせていただいて、次回何を受けようかな。リペアブランディングギア、ラッコベンジ、こっち受けようかな。ラウドエキゾース、リペアギアボックスフォルト。わお、結構激しいね。この緑の数字は何なんやろね。リペアオールランニングギア、ランニングギアのほとんどリペアしてくれ。カーイズ、ハードクコントロール、ラウドエキドス、マフラーがやかましようと、リピアブラウン、ギアボックスフォルト、ギアボックスもダメだよって。はい、わかりました。じゃあこの仕事を受けたいと思います。はい、ね、調子悪い車を預かって、今日はお仕事終わりにする前にちょっとチェックだけしとこう。リペアをランニングギア、カートゥーハートコントロール、タイロッドエンドと、ステアリングラックと、スタビリンクね。と、キャタリスコンバーター。まあ、触媒がダメなんや。まあ、触媒詰まってんのかな。うん、で、エキゾーストマニホールド。マニ割れちゃった。はい。エキゾーストパイプ、マフラーもダメ。フロントエキゾーストパイプ、リアマフラー。マフラーほとんど全滅やね。と、ランニングギア、ギアボックスフォルト、ギアボックスダメ。了解です。ってことは、とりあえずね、ランニングギアを走らんとわからんから、この辺先修理して、で、テスト走行しましょう。っていうことで、今日はこの辺で終わりにしようかな。はい。じゃあ、車預かったから、とりあえずね、リフトに上げて、リフトに上げて、でね、もう一度預かっちゃおう。預かろうかな。こっちかな。ラックオフエンジンパワー。エンジンパワーないよ。ファイントエニーランニングギア。トゥハードコントロール。これ預かりましょう。はい。ね。またね、SUV が2台。重なっちゃうね。車、結構ね、整備業やってると、同じ車が重なるんよね、結構ね。なんかトラックが来るときはトラックばっかり来るし、スポーツカー来るときはスポーツカーばっかり来るしね。そういうことが多いんですね。はい。で、トゥーハードコントロールだけ乗らんとあかんから、さっきこれも、ヒューエルレール、スロットル。うん。あ、燃料系ね。燃料系悪いから、うん、パワーがないよと。で、フロントドライ、ファインドフィックスエニランニング、あ、ランニングギアね。走りが悪いよって、この辺がダメだよっていうことやね。はい、了解です。では、この辺先でチェック入れて。またね、ハードな車が入ってきたんで、明日からちょっとね、ゆっくりしていきたいと思います。ね、一人で作業してるとね、大変なんよね、セビアね。緊張ね。早くね、向けて人を雇えるようになりたいと思います。雇えんのかな。じゃあね、みっちり仕込んであげます。はい、整備を仕込んであげます。ズブの素人さんでもね、ちゃんとできるように。で、リペアパーツないってことは、持ってるパーツに捨てちゃおう。こういうのね、さっき捨てたパーツね、忘れるよね。忘れてパーツ発表するから、かぶるんよね。イランも在庫してもうたからね、在庫したらパーツが出ないよね、これね、結構ね。はい。まあね、なんとどうでもいいんで、今日はこの辺で終わりにしたいと、あ、間違えた。間違えちゃったよ。チェックしたな。はい。ということで、今日はこの辺でお家に帰りたいと思います。では、またね、バイバイ。